もう二日酔いお決まりコースになってきたな。あの二人がもう二日酔いてもこれからずっとそうなんねやろな。6時20分行くか、かっちゃん。かっちゃん今日二日酔いマシやな。マシなあ。またもうヤシにかけやん。だってもう吐くやろ。いや大丈夫大丈夫。もう鼻水めちゃめちゃ涙目だし。吐くっていうか吐いてる。吐いてる。いやもう吐いてる吐いてる今吐いてる。もう最低な兄貴や、最低なアホ兄貴や。本家の多いなって思った。あのその中でやっぱ登ってるとあのメンタルトレになるから、あの他の人よりしんどいじゃん。わかる？分かってね。その話を聞くの。分かりたい。しゃべりたないんだよな。なもうしゃべりたないんだよな。いや俺ももうあれでここら辺でいつ出ろって出てもいいんだよ。もう俺だ出してる、出してるけど。吐きながら登ってんもんな。そうそうそう。それがだから正しい山屋の姿やろ。そうなんやろやっぱ。じいさん俺ロープ持つわ。いや大丈夫。あめっちゃ軽いもん。あ、じゃあ、うん、いや、大丈夫。いや、それ持てへんけど。いや、リーダー、リーダー、いや、かっちゃんが重たいの分かってるって。かっちゃんリーダーやから、いつも。ええ、しんさん、俺ロープ持つで。ゲロ兄貴ももう限界やである。ゲロ兄貴。夜またもう浴びるほどいける兄貴。8時半。早めくれ俺ら6時半ぐらいで食べなかった。そうそうそう、こんだけゆっくり行って2時間で着くの。俺もう絶対さこのペースやったらもう3時間ぐらいかかるわと思っててんけど、意外とそんな遅なかったんや。8時34分赤岳高専到着。これはアイスキャンディ到着。えかちゃん俺ビレーキいらんよな。いや、あルートと素人か。いやだってかっちゃんリードするやろ。ほぼほぼ全部アセンダーで上がんの。もうあいや俺結んでもらうで日本やろ。でゲロ兄貴がずっとビレするやろ。だからゲロコンビでさ上と下と行くやんか。こんなん自然的に俺別にアセンダーいらんかなと思って、極力金物は置いていこうかなと思って。ルベルソスライも置いていく。あ、そうか、懸垂やんのか。いや大丈夫、あのムンターで行くから。うん、ラッシュでも軽く。そう、あ、こんにちは。あ、ほんまですか、ありがとうございます。いやー、動いてくるとはみんな言うてるけど大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。うん、9時半スタート行きましょう。よい、じゃあ今日も安全に登るぞ。おお。これ。あ、これ。これだよ。違うよ。違う。これどこ？大丈夫、勝手に徘徊しちゃダメよ、ケンさん、本当に。これどこ？これこっち裏通しに行くんぜ。もう何通しんでもええわもう。ここからバリエーションで、はい、ここ。ああ。いいウォーミングアップっすよここは。うん、うん。でもここ登ってま、ここがバリエーションっぽくて面白い。ロープいらんのじゃん。いやでもあこれ一回足らなかった。トップはあれやけど。ロープ一本？ロープ一本。うん、一本は半分に左やろかっちゃん。あ、その目の前このワイヤーみたいなのが見えるやつ。あ、そこ行くん、そこ行くより左行った方が簡単やろ。まあね、おうリーダー、俺行こうかな、ほんならかっちゃんもリーダー。上に木あんなんかなんかあんのかな。ああ人工物だけど。あ人工物うん、藤本ちゃんの嫌いな。あ、人工物あんの。うん、視点がね。じゃあそこでスクリューを決めれるかな。どこ？え、どこでスクリュー？あの岩のすぐ左側。え、あ、そこ？あそこ？てるじゃん。いやもうそこ階段ついてるからさ。階段の。そう、階段の今、上か。そこで、あと今のさずで。いや、いらんわ。いらんの。あそこまで行ったらもう取っても一緒やわ。
まあね。まあいいや、まあ三級だね。いや、落ちたら床屋で。落ちたら滝床屋で。滝床屋からええか。もう視点も取られへんから、ビレーも特にいらんねんけど。はい。まあ行きます。いらっしゃい。ほのちゃん、頑張る。はい。終わりや、これで。え？おい、ビレー解除。はい、フィックスオッケー。うん、アッセンダーやんな。アッセンダーで飲もんねんな。オッケー。はーい。えいっす、お疲れいっす。え、大丈夫よね。何が？あ、大丈夫。そっち側、そっち側行ってくれたら大丈夫。はい、ミッシー着いたー。はーい。ちょっと待って、ちょっと待って。だからこっち、それ取ってもうて、丸んでる方を上げてくれ。ちゃうか、これ。あ、うんうん、何、もう反対の末端は上がってるはずだから。ああ、いや俺さ、末端2つあるからさ、うん、2人ともかけてくるもんやと思うからさ。ああ、片方に2人とは思わんかった。言ってくれな、わからんよな、それほんま。あら、あ、フリー、フリーってことは束ねて、もうザックだね。そうそうそう、了解了解、うん、はい、解除。バーチカルやからってこと？写真撮ってよ。ありがとうございます。よいしょ、これでいいよ、帰ろ。オッケー、ありがとう、ミッシー。 F3 2,3 メーターの山頂。わー、いいとこ出た。おう、綺麗ですね。ゴルジュ、うん、ええな。また開いて待っとるで。待ってますな。ビチョビチョになって待ってるかな。あ、もうだ、ね、悪い意味で、悪い意味でビチョビチョやな。うん、ゴルフ場の入り口でさ、滝になってんだけど。あ、流れてんねや。2メーターぐらいの。はいはい。だけど雪が、あ、もう埋まっちゃってんねんな。埋まっちゃってる。ってなるとこれは F な、なんぼとか。F4。 そう、うん、あれはもう音だよ。5番か。あれ登んの？おためて休憩ね。うん、よいしょ。今シーズン3回目だけど。もうこの人ゴボゴボ言うてる。マジで流れてんてんな。新さんまだ履いてんの？履いてる？もう履くもんでもないやろ。胃液出してんの？いや、なんか出てる。多分ね、チューハイが出てる。あ、まだ出てんの？え、ナイアガラの滝までもうすぐやろ、多分。うん、すぐ。から、その硫黄滝までは。うわ、順調に1、2時間半かな。いや、そんなんと。そんなんね。いや、やめやめ、やめ、もう行ったらね。やめ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 。まあまあ、行けるとこまで行ってみようね。
持ち悪いね。気持ち悪いねよ、まだ。だってタバコ吸え。全然そうなんですよ。ほんまゲロ兄弟だな。わ、このパーティーほんとに山登る気あるから。いいよだけどそんな気分ねえもん。いや、行ったことないもん、でも行ったことない。あ、爆裂加工見たことないな。え？爆裂加工。爆裂加工って。なんだ？伊予岳で爆裂加工見るだけに行くやつ。なんなん爆裂加工？あの裏がバコーンと、あの加工になってる。噴火でね、吹き飛んどる山が。あ、そうなんや。爆裂加工ある。あ、それ見んと帰られへんわ、今日は。そんないや、見たことないっつって。とりあえず、ナイアガラまでだけは作ってやるわ。ナイアガラ見てから行こう。見てよさ、せっかくだから今日は滝見巡りや、ちょっとは。ナイアガラ見て、あれ見て、うん、あれもう上稜線やろ、あれ。そう、いや、上稜線じゃないよ。あの、あ、見えてるのはそう。だけど、あそこから一般道で地味にかかんでよ、ラッセルが。あ、なんかルーファイがね、ルーファイ不足もあるから。まあ、今回はルーファイ藤本がいるから OK 流して、え、あれが大滝？そう、全然出がないやん。だからもう結局雪で高さが殺されちゃってるんだよ。ここも本当は2メートルくらいアイスで登るんだよ。いいじゃん、楽しく。ほう、だからさ、もうちょっとこっちから行ってさ、アイスが、そうそうそう、よいしょよいしょ。で、こういうところでさ、こう前足、前爪のこうアックスのさ、感覚をどんなもんかなーって、どんなもんつらかーって、どんなもんつらなーって。なんでいきなりつらいよね。こんなんもう寝すぎててもう余計しんどいわ。もういや、やる気ねー、やる気がねーぞ。あ、前あれ、ないやから、大層な名前つけやがってしょうもないくせに。あかんで、ゲンさん、まかへんで。本日はこれだけは2000円よ。打ちにくそうやな、スクリュー。もう水も滴ってんもんな。ガチャ、やばそうやったらもう無理せんでええで。ちょっと待って、スクリュー入れて確認する。もうあれやろ、かっちゃん、こっからピューって負けんねやろ。あ、負けるこれでも巻くにしてもさ、ザリザリ欲しいな、うん、探偵岩ちゃうで、ゲンさん、そっちやで。あのいいかな。うんうんうん、あ、でもそこ登れるかもな、そこ登れるやろ、うん、階段みたいな、ねえ、なんとか。あ、あれ、赤だけ網だ、な、中、そう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 、うん、赤だけ、中だけ網だ。いや、まあそらそうやろ。 おいおい、そのあかんわ。アイススクリュー飾りか、飾りで、おもり長いのが短いからいけないや。おもりで持ってきたんか、それ。シルバーアクセサリーですか、それは。行くとこと聞かないとこなんだな。まあ行ってみるか。いや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 、もうやばそうやったらやめとこうや、かっちゃん。リードどうせ行くん、かっちゃんやし。かっちゃんよ。はいよ。その右側の方が硬そうに見えけど、俺は真ん中ね、真ん中、真ん中か、ちょい真ん中よりちょい右へ。いや、もう柔らかいわ。でしょ。スクリュー入んねん。ああ、ほら、もうあの、あかん、もうびちょびちょになる、ここ。今な、音つけただけで分かった。あかん、もうあの、やめよう、かっちゃん。やめる理由が。おびちょびちょになるから。濡れたくない。びちょびちょブラザーズなんで、これ全員。横の岩登れるやろ。うん、ここ多分岩登れると思う。あ、カム持ってきてらんな。でも、うん、持ってきてない。だから視点取られへんで。フリーで上がれるか。フリーで上がれるかな。ちょっと最後やらしいな。あ、そっち行って、こっちか。斜めに行ったら、うん、斜めに行ったらいけんな。ロープは出した方がいいと思うけど。うん、うん、ああ、こうね。うんうんうん。
一応だからもう、まあ、トップだけもうフリーで行って待ってよ様子を。いやあかん、びちょびちょやねんそこ登んの、びちょびちょなんねん。いやいやもうびちょびちょなってる。いやいや俺キューおいで水飛び出して、うんうん、じゃあ一緒やってガッチャン、そこもだね。うん、シャバシャバやん、もうシャバシャバ。うん、もう右の右のその辺の岩から行ったんじゃん。ロープいらんか、ロープいらんね、そっちから行ったら。ちょっと怖いよねここ。うん、行けんことはないやろうけど、そこどう。あー、ガムがあれば余裕だったな。トラバースがちょっと怖い。そう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 、ここで上司しすぎてもしょんないね。諦めて大滝からの隣にすんだよ。そうだね、でもいいよ別に。いやこれここで覗いてみるとよくわかるけどちょっと時間かかる。え、大滝って下じゃないのかっちゃん。え、大滝って下じゃないの。いや、これのことで。ああ、それか、はいはい。登られへんな。ね、だからまあそれ見えてたから。あんなの、ね、え、普通こ、え、普通こんなんやったもんな。もう水しか出てない、食べてないもん。さっき飲んだお湯、なんで茶色いの。この雪なんか嫌やな。ゲロカメラマンが、ゲロカメラマン。はい、ゲロでしょ。え、いるけんさん。なんなんやばいで。マジで？やばいよ。いる？なそのザイル。ビックスあれば。もうちょい上行かな、怖いわ。ビレ会場、はい、はい、フィックスオッケー。
綺麗。すぐ上がもうピークなんだけど意外に遠いんだよね、はい、近いようで日用のピークって、あ、そう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 、よいしょ、よいしょ、開けます、あー最高、気持ちいい、戦闘機は終わったね、あー終わった、いや、いらん、いらん、うん、気持ちいいな、最高じゃないですか、ケンさん、異様に中だけに、しばらく撮影案件は確かやってますからよ、いや、それでもケンさん、登ってるだけ、俺らなんてそんな登ってないやから、いや、俺の場合は自分のペースで、ゆったりペースで、まあ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 、でやっとだけやから、普段の時は早くお前、待機の、あ、しんど、もうちょいやな、みんな俺のスピードについてこれてんのか、ついてるよ、ビタ付けやった、ゲロ兄貴以外はこの時っていいわ、うん、これ以上ペース上がらんで、ゲンさん、それじゃなんかゲロ吐く新型ゲロパーティーになってちょっとやめてやがっちゃう、新型の今新型が流行ってるうん、いかにもやりきって人気流線になこっちの方がアルパインっぽい。ここの方がアルパインやな。うん。ああ、ここ上がってね。うん、ここ上がっていったら多分、もう一番最短ルートで行けそう。いけよ、俺。うん。いや、多分ね、ついてたドレスはそっち行ってて、多分そこ、そっち、うん。キワーみたいな。うん、行ってるから、こっちの方がちょっと、ちょっと行き過ぎたな、うん、うん。こっちの方がちょっと面白そうかなと思って。寒いから。やっぱり、あ、みんな息切れてんや。切れてる切れてる。めっちゃしんどかった。俺だけかと思った。いや、俺はもう目上げてんのか、もう精一杯。そっか。やっぱ。俺があるから、そんなに。うん。やっぱりタップきついよ。あ、しんど。久しぶり、イエスイエスイエス、いやー最高、最高、時代に行ってくださいって、昔俺審査みたいな時代やったもん、女連れて行く時はどこがいいってやっぱ審査女か、そう怒られるでで自分の登りたい山でね、女を引っ掛ける山はどこやと、だからさすが阿弥陀の北流公園で女の子来てくれんやんか、だから黒いユニシェットでビーフシチュー食って天狗だけでも行ってくるって言ったら女の子が引っ掛かるわけや、ねえシーさんね、白熊駅で揚げ美味しい揚げパンでも食べようかとかね、もうエロかゲロかわからんの、エロかゲロか、まあ
まあ休憩してるけど余裕やな時間。いいや。これやこれこれこれがサンダーバルバーで。さあもう15分か20分か15分で上がり。また履こうとしてるやろ。ここまで来たらどこ行っても一緒やて。しんさん最後の一踏ん張り。頑張ろう。頑張って。よし。どこ上がんの？え、そこの間。もうそこはパッ、そこは上がったもう一般道ちゃうか。いや、そうだよ。遊ぶんやったらそっちちゃうかっちゃん。そっち、その辺。あ、行けるかどうか。うん。あ、そこ行けるやろ、かっちゃん、これ。うん。か、そっちはどうかな。すげえやん。爆裂加工。うわ、すごいなこれ。全部だからこれがこすボコン吹き飛んでるわけでしょ。爆裂、ほんまに爆裂加工って言うん。その中学生が考えたみたいな。そうそうなあ。ほんまに、うん、ほんまに爆裂、うん、本当に爆裂加工って言うの。30万年前か昔だよね。これ湯だけ来るか、これだけない。ああ、まあそうやんな。全く山陽が違う。すげえなこれ。あるけど、もちもちここ
で飛ばされるってこと。あ、はい。赤岳高専からここから、高専から横岳大道心、うん、この辺上がってたやんか、多分この辺上がってたやん、歩いてこの辺か、この辺からアプローチしたんから、そうそうそう、はい、この辺かもしれんな、はい、これはここにあるから、この辺上がってたやん。伊予岳山荘ってどこ置けんの。あれ、それの下、あはは、は山荘より、だから、ほら、この辺に上がってきたんやんな、そういうことやね。待って、はい、13時45分、何時だっけや何時だっけ伊予岳13時45分、伊予岳着きました。イエーイ。よし、ここに振り柄とかなかったな読まれへんぞ。よっしゃ、行きましょう。帰ります。カップルですか。カップルですか。あ、いい、ありがとうございます。せっかくやからね。通りましょうか。あ、ほんまですか。見てくれてるんですか。ありがとうございます。写真とほぼほぼ毎日見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。写真、みんな入ってます。真ん中で。ありがとうございます。ハッポー、よいしょよいしょ。はい、ありがとうございます。しんさんどう？気分だいぶ良くなった。大丈夫、ただ物は食えじゃあハイキング。はい、一服、はい、休憩やって。一服やで。はい めちゃめちゃ時間あるから休憩やねんて。治った？二日酔い。あ、そうか。その沢筋をずっと上がってきたんか。俺ら初め分岐から取り付いたところまでお時間なかった。この街道クソやで人にお湯はたかるわ荷物持たせるわ荷物持たせるわもうさっきスクリューも出されたのしっかり写真撮ってはいサンキュー。こっから高専までどれぐらい？1時間ぐらい？1時間半、うん、だらだら行ってだらだらで、うん、下りばっかりやからね、うん、まあたまにはこういうのもいいんじゃないですか。そやな。俺今日もうめちゃくちゃしごかれてもうヘッデン覚悟で降りてこんなか思ったんほんまやね。いや、もうええわ。ゆるやったけど、もうええな。もう、あれやろ、ミッシー。帰ってさ、高専でまったりしたいやろ。それしか考えてないやんな。あの人、お前、ああいうとこ元気やね。いっつも言うね。お疲れ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 。最後ゲロ兄貴到着。お疲れ新さん。お疲れさん。お疲れ。あれ上古沢からね、湯を抜けて遊んでた。はあ疲れたね。
やまあ、ね、実際まあ疲れた、いや疲れてないねんけど、ほら、いやそりゃそうやろ、2日目もうずっと吐きながらやもん、地獄やろそんな、今からずっと吐いてそれ地獄やで、ちょっと引っ張ってくれか、しずほちゃん俺が参加するって言ったから来なかったのかな、しずほな、実はな仕事ちゃうねん、だからな俺は説明してんねんで、ね、ゲンさん言うたらその電話でもうワンワン泣いてまあ泣かすつもりで泣かしてんねんけどな、何で先に行ったのかな、車こんだけ、これ全部男だけ、あかんな、これ女おらんとだね女来たらうるさいからね、でもうるさいでしょあともう誰も何も持ってきてないいや俺は忘れてただけたらそれに俺らは明日もう登る気全然ねえからさ買っちゃいないよ、ないから、ね、全くねえからさえ、そうなの全くねえよ、ちょっと、ちょっと、ね、俺らそこまでやのやばしきりねえよそこまでね350年前に死んだ人と法事戦隊かめっちゃめちゃおる350年前ってさ何時代何年号何何でそれをそれこの家、いやもう意味やから、ほんまに意味やから、いやこれ見てる人みんなびっくりしてんね絶対いやまあ地方で戸建ても人は大体